はい、どうも東海独自観光の宮島です。本日緑のなんかすごく多いところから撮影をさせていただいております。本日は駒ヶ根にありますね、スズランハウスさんというところに来させていただきました。やっぱ行楽時期ということもあって、ちょっと観光バスもかなりたくさん、いるのがね現状です。ここの、スズランハウスさんどんなところかというところと、ちょっと私が好きなところあるんで、そこの景色を皆さんに見てもらえればと思いますんで、ぜひ最後までご視聴ください。山ん中ということなんで、まあ、空気がいいですね。そして今日ねかなり雨予報だったんですけれども、おかげさまで晴れました。なんでちょっと最初はこの YouTube の撮影もどうしようかなと思ったんですけど、まあ、結果撮ることになりました。じゃあ最初に行きたいのが、ちょっと私が一番好きな景色を、行きたいと思います。まだまだ緑がいっぱいあるんで分かりづらいですが、この先に吊り橋みたいな橋があるんです。その橋の真ん中で見るこの両サイドの山の景色っていうのが、もう私はすっごい好きで、こっち方面来るとものすごいいろんな方におすすめをしています。ちょっと雨上がりということなんで、どんな風になっているかも、今日で撮れればと思ってますんで、ちょっと楽しみに行きましょう。今ゴーって音がね聞こえてましてね、下水がすごい勢いで流れてます。こんな感じで、やっぱ水が流れてるところって涼しいんですよね。今日半袖でねいるんですけれども、ちょっと肌寒いぐらいですもんね。はい、後方が駒草橋という橋になります。この駒草橋の途中が私が大好きな景色が見えますんで、そちらをね撮っていきたいと思います。一応吊り橋なんで揺れますね、かなり揺れます。でここはね夏もいいんですけど、それこそ秋紅葉の時期なんかも非常に山が綺麗に、色づいてるところも見ることができますので、結構年中通してこう見ていただけるスポットじゃないかなと思ってます。さあじゃあちょっとねカメラ切り替えましょう。はい、これが駒草橋の中央から見える景色です。この下に流れる川の音も含めてめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。そして今ねこの真ん中の山がちょっと今雲かかっちゃってるんですけれども、こちらのね奥にもまた非常に高い山が見えまして、それも見えると本当にここは綺麗な景色のところなんですよね。やっぱ時期が時期なんで緑もすごくなんか綺麗なね山をね見ることができます。すごくいいところです。そして反対側、はい、今度反対側なんですけれども、こっちはですね南アルプスがですね一望できるポイントとなっております。ちょっと雨上がりということで、今本当雲が上がってってる最中なので遠くの山まで見渡すことできないんですが、それでも綺麗だっていうことは伝わりますかね。はい、ちょっと本当こうやってね要所要所、今僕も映しているところも結構緑が多かったりするので、すごくマイナスイオンが感じられるとこじゃないですかね。僕はすごくこういうとこ好きなので、あの癒しっていう意味でこちらに来ていただくのはいいんじゃないかなと思いますね。ではですね、本日お客様にも体験していただいたソフトクリームの巻き巻き体験っていうのをね今日ツアーに入れております。せっかくというかちょっとご好意で私もやらせていただけるということなんで、この後、ちょっとやってみたいと思いますので、その様子もね撮っていきます。すいません、じゃあよろしくお願いします。入り口でカップとコーンと選べる感じなんですね。じゃあ見栄え的にはコーンでやらさせていただきたいと思います。そしてソフトクリームの種類が多分今、これ6月だからかな、スズランソフトのミルクソフトとさくらんぼと、2種類多分選べる感じですよね。時期になるといろんなの出ましたよね確か。何がありましたっけ。あ、ブルーベリー、あと秋だとリンゴとかもあった。あ、栗もあった。だから桃とか多分そういうのも多分今後出てくるんじゃないかと思いますんで、ここ来たらねいろいろと試して今日は何かなと思って来てもらえるといいかもしれないですね。おすすめどっちです。やっぱスズランソフトであるんで、じゃあオーソドックスなこのミルクソフトの方をちょっとやってみたいと思います。
言って俺も得意じゃないんでね、これどれくらいの勢いで出るんでしょうね。やります。え、怖っ。じゃ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 にゃ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 、どうですかね、10センチぐらい、わかんない、これ明日から来てください。明日から来てよかったのかな、とりあえず崩れなかったです、よかったです。頑張ってできました。こんな感じでした。じゃあ出発までにいただきましょう。あ、うまっ、おいしい、すごい牛乳、すごい牛乳感あるソフトクリームですね。あ、すごい、これおいしい。牛乳なんかミルクって感じのソフトクリームですね。うん、美味しい。そうだな、多分濃厚なミルクっていうよりはちょっとあっさりしたさっぱりしたミルクっていう感じのソフトクリームですね。いや、ちょっとこの動画がいつ頃上がるかわかんないですけど、夏場結構このソフトクリームは重宝される気がします。体冷えだな。はい、ということでソフトクリームね、体験と試食というかね、させていただきました。ちょっと店内もせっかくなんで、あのこういったものがあるよっていうのをね、撮らせていただいて、終わりにしたいなというふうに思います。ちょっと売り場入ってきまして、やっぱり一番最初に目につくのがこれ、飲むヨーグルト。ここのね、スズランハウスはソフトクリームするとやっぱ飲むヨーグルトが有名というか、やっぱ人気なんですよね。で、ここ芯が置いてくれてあるので飲んでいいみたいなんで、いただきます。いただきます。濃い、なんか飲むヨーグルトって結構サラッとしてるイメージですけど、結構ドロッとしてる飲むヨーグルトですね。人気というかね、よく出てるっていうだけ、あれすごい美味しいですね。で、あと入ってね、やっぱりびっくりしたのがソースカツ棒っていう、こんな感じで売ってます。まあまあ大きなカツ棒、ね、あの割り箸刺してあるやつが売ってますね。やっぱりヨーグルト美味しかったな。あとあのハムとかソーセージとかも売ってますね。このスズランハウスさんのソースいいな、めちゃくちゃ美味しそうですね。だいたい全部1000円ですけど。はい、ということでスズランハウスさんで動画撮らせていただきました。結構個人で来ても楽しめる施設さんだと思いますので、ぜひ、こちらの方に来た際は行ってみてください。そして動画面白いと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。いやー美味しかったな。あ、ご視聴ありがとうございました。